本の陥った恐慌に多分、近い感覚があって。朝の連ドラ、朝が来た、の主人公、それと姉との境遇の差。主人公は豪奢な暮らしをする中、姉は、みすぼらしいまま。姉の方が日本で、主人公の方がアメリカ?という絵だと思うと、何かパニックには。絶対に嫌だ。結果、日本は開戦を選択せざるを得なかった、わけだ。当時の実感、それに近い何かではあるが。だから私は悪くない。実は、そういう作品なのかも。イメージとして、日本がもし引きこもっていたら、そうなっていた可能性は多々、ある。貧乏のレベルが違う、そんな時代にあまり強くは言えない感じ。実際には、アメリカの方も財政破綻が見えてて、国債の発行額、それは増え続けてる。朝が来た、なら、主人公側は、やたら資金繰りに苦しみ始めていた。そういう感じ。Thank you.